今夜決定星野源アワード2016。ね、もう2017年になりましたが、私星野源が昨年2016年に素晴らしいと思ったものを表彰していく今夜決定星野源アワード2016、ついに始まりました。年末の放送ではですね、この番組オールナイトニッポン内でのアワードは決定しましたけども、僕個人が勝手に決める、勝手に表彰する星野源アワードはですね、ちょっと後にしましょうということで、先週もやりませんでした。先週はなぜかというと、ジングルのことを詳しく喋らないといけなかったからでございます。尺が足りないということでね、どんどんこう、おせおせになってまいりました。今夜は僕、星野源が個人的に選定する、ショーとなっております。いいですか？まず言っときます。めちゃくちゃニッチです。本当に個人的なやつだから。知らないっていうことも全然あると思います。あと、実際今日は A1 グランプリもあるので、めっちゃ少ないっす、ショー。3つしかないっす。いろいろこう、なんだ、10個とか部門とか、ある予定だったんですけど、もう、いいやっつって。3つぐらいでいいやということで、3つにちょっと絞りました。まずは1つ目、ちょっと早速行ってみましょう。まずはこちらの部門です。ベスト番組部門。これ今、ヒカルちゃん、および坂野テアちゃんも初めて聞く。誰にも言ってないからね、これ。どんなショーなのかっていう、誰にも言わないで今進めてますけれども。テレビとかの、番組、もちろん自分が出てるやつは、覗いてですね、この番組すごい良かったのっていうのはですね、こう、それがベスト番組部門でございます。ベスト星の番組部門でございます。それでは、もう早速発表しますよ。栄えある。自分で栄えあるっていうのは恥ずかしいわ。栄えある。ベスト、星の敵ベスト番組部門は、こちら、ネットフリックスのヒップホップエボリューション。ねえ、これはネットフリックスに入ってない人は見れないという、テレビと言っていいのかわかんないですけど、まあテレビでも見れますからね。ドキュメンタリー番組でございます。僕がイエローボヤージ DVD ブルーレイの中で、なんていうか、ライナーノーツ書いてくださった高橋義明さんという、音楽評論家の、高橋義明さんから連絡が来まして、この番組の URL が届きまして、で、僕ネットフリックス入ってるんで、ぜひ見てくださいということだったので、見たらもう本当に面白くて、どんな番組かと言いますと、ヒップホップ、例えばまあラップとか、ヒップホップという音楽、が、今もう本当にポップスの中でも、日本でもね、J-POP の中にも自然に入ってますし、世界中の音楽の中にも、本当に自然に今、ポップスとして聞かれてますけれども、その、起源というか、成り立ちっていうものをですね、すごくいろんな関係者の人にインタビューして、どういう成り立ちでヒップホップが誕生したのかっていうのをですね、すごくわかりやすく、見れるドキュメンタリー番組なんですよ。で、どこから、スクラッチが始まったかとか、どこからラップが、誰が一番最初にラップをし始めたんだとかですね、そういうところまでですね、まあいろいろ諸説あるんですけれども、そういうのを俺はこう思うっていう、もうレジェンドのラッパーさんが言ったりとかですね、本当レジェンド的な DJ さんがですね、証言したりとか、そういうのをですね、本当にこと細かく、どういう風な成り立ちで、どこの地域で生まれとか、どこのクラブで、なんていうかな、こう、レコードを2枚、まあ、普通の、まあ、いろんな曲、普通に、なんて言えばいいんだ、まあ、1曲の中にある、ドラムだけの部分をですね、2枚同じレコードを使って繋いで、誰がそれを始めたのかとか、なんかそういうところから、ヒップホップの成り立ちっていうのをすごく詳しく説明してて、で、僕ヒップホップすごく好きなんですけど、全然知識がないんですよ。誰が、
最初に始めたとか、どういう、誰が、レジェンド的な存在でとか、どういう人たちが、どこの地域にどの人たちがいてとか、全然知らないで、ただただ好きで、なんかもうただ買い漁って聞いてただけなので、で、そこに、あ、この人がこういう顔してたんだとか、こういう喋り方してたんだとかですね、すごく詳しく知れて、しかも、あの、本とかも読もうと思うんですけど、ヒップホップの成り立ちみたいな。もう全然入ってこないんですよ。勉強が苦手なので。なので、もうテレビ番組として、すごくこう、感覚的にこう知ることができるという、とても素晴らしい番組で、もう吉明さん、本当にありがとうございました。今年じゃない、去年末にやってた紅白歌合戦の楽屋でずっと見てました。昨年のね、もう年末の紅白のテーマとしては、もう本当普段通りにやるという、いつも通りの自分でやるっていうのが目標であり、ちょっとやりたいことだったので、本当に自分の好きな番組を楽屋でずっと見るっていう、そういう風にして過ごしてました。なので、この番組はもうぜひ、本当に自分でも勉強になりましたし、なんか胸が熱くなる瞬間があるんですよね。あ、こういう風に盛り上がったんだみたいな。で、あと、まあ、この曲の成り立ちとか、実は演者はすごく嫌がってたとか、この曲をやるのとか、そういうエピソードがすごく面白くて、ぜひ、ネットフリックス入ってる人は見てみてください。